玄奘三蔵蔵法相宗とは、インドユガ行派の思想を継承する、中国の唐時代創始の大乗仏教宗派の一つ。645年、中インドから玄奘三蔵が帰国し、唯識説が伝えられることになる。その、玄奘の弟子の慈恩大師元が開いた宗派である。唯識宗、慈恩宗、中道宗とも呼ばれる。705年に、華厳宗が隆盛になるに従い、宗派としては次第に衰えた。日本仏教における法相宗は、玄奘に師事した道昭が法光寺で広め、なんと六宗の一つとして8から9世紀に隆盛を極めた。有名な寺としては、薬師寺、興福寺などがある。当代、645年中、インドから玄奘が帰国して、バスバンドゥの唯識30章をダルマパーラが注釈した唯識説を中心にまとめた聖唯識論を訳出編集した。この論を中心に、海神密教などを所井の教論として、玄奘の弟子の慈恩大師元が開いた宗派である。そのため、唯識宗、慈恩宗とも呼ばれる。この時代の仏教宗派とは、後世の宗派とは異なり、学派的なものであり、寺が固定されたり、教団となったりすることは少ない。また、元と同じ玄奘の門人である円則の系統も、後義では、法相宗と呼び、門人の道明氏の時代に隆盛を迎えたが以後に、人を得ず開元年間には、元の系統に吸収されてしまった。玄奘と元が、唐の高僧の厚い信任を得たことから、法相宗は一世を風靡した。しかし、その教義がインド仏教を自家輸入した色彩が濃く、教理体系が煩雑を極めたこともあり、武州朝に法蔵の華厳宗が隆盛になるに従い、宗派としては次第に衰え、安史の乱や海商の廃仏によって致命的な打撃を受けた。その後、宋元の頃に中国仏教史では法相宗は姿を消したと考えられているが、詳細は不明である。法相とは存在のあり方を指す。個々の具体的存在現象のあり方だけでなく、一切の事物の存在現象の区分やそのありさまも指している。実際には、存在現象そのものに関しては、説一切右部などの部派仏教を中心に研究が進められ、その研究の上に、存在現象のあり方を我々人間がどのように認識しているのか、という研究が進められた。さらに、最終的には、一切の存在現象はただ式に過ぎないとする。さらに三性説を立て、人間が縁起の理法に気づくまでをダイナミックに分析する。三性とは、事物は縁起によるという板規性、それに気づかずに執着するという変化所修性、縁起を悟ってまろらかになる、縁上実性である。元は、死の玄奘が訳出した、聖唯識論を注釈し、一切法の層を500法に分類し、分析的に説明した。この層と性を学ぶことを合わせて、聖僧学という。興福寺、薬師寺日本仏教での法相宗は、なんと六宗の一つとして、遣唐使での日東具法僧侶により、数時にわたって伝えられた。元号寺には、森命、銘椿などの石額が出たが、後元号寺法相宗は、興福寺に吸収され、興福寺は法相宗のみを修学する一宗専攻の寺となった。平安末期以降にも倉俊、常慶、悟賢、真円らが輩出した。1882年に、興福寺、薬師寺、法隆寺の三寺が大本山となったが、第二次大戦後、法隆寺は聖徳宗を名乗って離脱し、また、京都の清水寺も、法隆寺と同様に北法相宗として独立し、興福寺、薬師寺の日本山が統括するに至った。ありがとうございます。